ばんは、浜端洋平です。オーガスタキャラバン in RKB、 私浜端洋平がホストパーソナリティを務めております。なんと今週はですね、あの方に、この後ゲストをご登場いただきます。もう実はね、先に収録を済ませておりますけども、たっぷりお話いただきましたんで、できるだけいっぱい聞いてもらおうということで、早速このコーナー行ってみましょう。こちら、オーガスタキャラバン in RKB、浜端洋平がお送りしております。いい曲あるけん聞いてみらんね。さあ、ここからはいい曲あるけん聞いてみらんねのコーナーなんですけれども、うん、先週に引き続きまして、先週ね、京子さん、先々週と2週続けてお越しいただきましたが、今週から、この方にご登場いただこうと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。山崎正義です。わー、うん、まあここ強めなリクエストのコーナーなんですよ。もうほんとマニアックなリクエストいただけたらどんどんかけますよっていうことをやってる時間なんですが、はいはい、うん、まあ、オーガスタキャンプ直前なので、うん、まあ、今回それぞれのアーティストのデビュー曲をやりますと言ってるので、皆さんの最初の、曲をかけてるんです。わかりました。なんで、まだね、たくさんアーティスト残ってますから、うん、どんどんご紹介していかなきゃいけないんですけど。そうなんですよね。誰からご紹介しましょう。まあ、次は隙間なんじゃないですか。隙間スイッチ、うん、これ覚えてます？その隙間のデビュー曲の。覚えてます。レモンのタイマー爆弾みたいなのを持ってて、はい、これでなんか海沿いかどっかで、わからんな、なんか広いところで2人が殴り合うっていう、はい、ミュージックビデオね。ミュージックビデオで見たな。俺もなんかバイクでずっと走っていってね。そうそうそう、うん、ほいでなんて言うんですかね、もういや、バイクで走ったりとかなんとかしてんやけど、ハーモニカのフレーズが俺の曲とそっくりなのなんか知らんけど。何の曲とですか？だから月明かりと。あ、ちょっとすごいいいネタがいきなり放り込まれてきましたけど。めっちゃ似てんのよ。あ、そうですか。うわ、こいつパクりやがったって思って、で、まあ、それですごく覚えてるの、こいつこいつらのデビュー曲そんな覚え方そんな覚え方あら、そうです。でも、じゃあ今回のオーガスタキャンプではこの曲もまあ演奏されるであろう、うん、そうですね、ということですから、うん、ちょっとそこら辺のフレーズね、そう、あのハーモニカ吹いてほしいな、気にしながら、うん、オーケー見てもらって2人で殴り合ってほしいステージ上で。ステージ上で。新田さんもうほな、ピアノ弾けないじゃないですか。弾けないです。そういうやつです、あれは。うん。だって再現するんだったらそこまでやらないとダメでしょ？そうですね。じゃあ、まだまだたくさん今週はね、ご紹介しますので、はい、早速お聞きいただこうかなと思います。山さん。うん。今日、このコーナーのタイトルコールでね、はいはい、聞いてみらんねーっていう声がいっぱいこう、集まって重なってたと思うんですけど、あ、はい、あれ、ここで紹介してもらう声を、うん、このディレクターのアキディが切り取って、タイトルにどんどん重ねてってるんですよ。あ、はい、さっき聞いたけど、ようあんなに、みんなタイミング合ってるよね。もうそこね、合わないところはバシバシ切ってると思うんですけど。あ、そうですか。わかりました。じゃあやってみましょう。ちょっとここでね、番組に一つ山さんのお声もいただこうと思います。よろしくお願いします。はい。それでは、スキマスイッチで、ビュー、聞いてみらんね。
でお聴きいただいておりますのはスキマスイッチのデビュー曲ですね、ビューでございます、うん、山さんの声ももうこれでね番組のタイトルに右なのか左なのかステレオなのかわからないですけども、これははい博多弁やん。あ、そうなんですよ、聞いてみらんねん。これねもう一個実は、うん、もう一個言うてみらんねんっていうコーナーもあるんです。あ、言うてみらん、言うだけ言うてみらんねんって言って、うん、言うてみっていうそういうコーナーもあるんですけど、これはね今ちょっといい曲があるから聞いてよっていうね、うん、そうですか、そうなんです。さあスキマスイッチのデビュー曲を聴いていただきましたけども次、うん、はい、どんどん行こうと思います。次どないしましょうかね。ハタかな、ハタさん行きますか。うん、ハタ行きましょう。ハタさんはデビュー曲シンクロですね、この曲なんですけど、うん、この曲僕もこの曲が出た時は僕ね、うん、確かね沖縄にいたんですよ。あ、俺はねお台場にいた。お台場にいたんですか。僕なんか沖縄 の、 あのゲストハウスの共用のパソコンで友達がすごい人がデビューしたよって言って、あ、すごい人がデビューした、聞かせてくれたのがシンクロの最初のものなんですけど、あー、オーガスタから。はい、オーガスタってその時分かった、その時に僕知りましたね。あ、そう、はい、俺ねお台場でねお台場で何してたんですか。お台場でラジオ聞いてたらあのオーガスタからあの新しい子がみたいな、はいはい、でほとんど会ったこともない子がもう歌ってたと、はいはい、で俺はあの車で聞いてたよね。そうや、うん、お台場で、お台場で、お台場で、ええこれえうちの事務所入ってくんのみたいな。そんなこと今なんてほらすごい前もって紹介、僕も紹介してもらいましたけど、隙間までですよ。あ、そうですか。だから旗ぐらいになると、はい、あの今度うちでとかそんなきちんとこう紹介されないんですよね、だからお台場だったんです。お台場で知ったのは。でこの曲がこの曲がジャジャジャーンって、そうそうそう、こんなやつやんなんや、こんな声なんや、そこで知ったんですよ僕は。いや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 、あら、そうですか、じゃあこの曲もね、大笠キャンプね、はい、お台場じゃなくて赤レンガで鳴り響く綿ですけど、ね、まあ、鳴り響きますね今度ね、はい、じゃあ引き続き山さんにご紹介いただいてよろしいでしょうか。はい、それでは畑本博で、シンクロ聞いてみらんねん。聞いていただいておりますのは畑本博さんでシンクロでございます、はい、お台場で、お台場で初めて聞いた、こんな新人が事務所に入ったんだ、その時知った、そうやって知ると。今年のオーガスタキャンプは、はい、皆さんデビュー曲は1曲やるぞということが公表されておりますので、うん、皆さんのその曲をね、まあ、一番力入ってますからね、デビュー曲って。
そうですね、なんかこの世に生を受ける、それがねどうなるかわからないけど、うん、そういう曲ですからね、デビュー曲。小山さんの時もそうでした、月明かりの時って。俺はすごい本当はね、あの月明かりよりもあの別の曲を自分ではやりたかったんだけど、なるほど。でも月明かりで行こうってもう4人ぐらいのスタッフに言われたらもうね分かりましたって言うしかなくて、そうそうそう、そんなもう権限も力もなかったし、で月明かりがいいってなってたから、もうじゃあ月明かりにしましょうにしましょう、邁進しましょうと。ちなみにその山さんが俺はこれがいいと思ってた曲って、あの心拍数、あ俺も心拍数好きかなそうですか、で、ようわからん、チムリンが、はいはい、あのようわからんこと言うて、はい、寝なし草がええんちゃうかってその意見は、うん、それ却下した、すぐ却下した、全員が却下したんやけど前社長ですよ、そう前社長。俺は心拍数だったんだな。心拍数だったんですか、うん、なるほどね。さあじゃあ続きましては、はいはい、じゃあコイル、コイルね、うん、デビュー曲いきましょうか、はい、これ佐田さんと陽介さん、うん、これ2人で、そうですね、ね、デビューっていう形だったと思うんですけど、うん、はい、これコイルの2人は、うん、時代的には、うん、最初のオーガスタキャンプやった時に、はい、うん、5カ所回ったんですけど、はい、それの前座をやってもらったのが多分コイルのデビュー年だったと思います。で、あのオーガスタキャンプっていうことで、コイルの2人は、ボーイスカウトの格好で、はいはいはい、歌ってましたね。うん、それで実はサダさんとはすごい俺長くてっていうか、はい、まあ、知り合いにカメちゃんっていうギタリストがいたんですけど、はい、その人が、あの俺がデビュー前に横浜に住んでる時に、はい、これすごくいいから聞いてって言って、あのカセットテープもらって、はい、コイルの曲を俺、コイルがデビューする前に聞いてたんですか。聞いてたんです。それから、はい、事務所に入って、コイルが、はいはい、でその時に、あのカセットテープの人たちだ、人だって。で2人とも俺よりも年上だし、はい、ちょっと特殊な知り合い方ですね。じゃあそうなんです、最初に俺は音を聞いてたんです、ね、俺の友達はなんでそれを俺に聞かせたかっていうと、はい、すごい才能だから、うん、お前なんとかならないかって、俺まだデビュー前で俺が今からデビューせんとあかんのになんとかできるわけないやろとそういうそういう人たちです。なるほど、うん、じゃあその時のカセットテープにこのデビュー曲っていうのは入ってたんですか、うん、いやそれはねちょっと思い出せない。でもすごいなと、うん、ちょっとビートルズっぽくて、うん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 、でアナログテープみたいなのを使ってたんで、はいはい、アナログの16ちゃんとかそういうのを、うんうんうん、使ってたんで、すごいアナログ感っていうかビートルズっぽい音が。なるほど、そうか、そう、こういう人たちだったんですよ。やっぱ面白いエピソードがいっぱいありますね。ではちょっとそのコイルのデビュー曲をご紹介いただいてもよろしいでしょうか。はい、天才バカボンド聞いてみらんね。花声が
お聞きいただいておりますのはコイルで天才バガボンドでございます。いやもう今週すごい曲いっぱいかかってますね。茶音楽番組みたいですね。音楽番組お前がお前司会してすいません司会じゃないわごめん司会じゃパーソナリティやったら音楽番組でしかないでしょう失礼いたしました、うん、まあ、このコーナーはですねいい曲あるけん聞いてみらんで、まあ、ちょっと強めのねリクエストコーナー、皆さんあんまラジオでかからへんなという曲でもねライブラリーにある限りどんどんご紹介しますよというコーナーでございますから、皆さんだけのとっておきの一曲まだまだ、今のところねちょっとオーガスタキャンプ特集みたいな感じになってますけれども、どしどしリクエストをお寄せいただいておいてください。お便りね全部大事に取ってますからね。曲紹介の音声も添付してお送りください。宛先は fukumimi@rkbr.jp 福耳@rkbr.jp いつものメールアドレスまで。オーガスタキャラバン in RKB 浜端洋平がお送りしています。さあというわけで浜さん、はい、まもなくオーガスタキャンプ2022でございますね。はいはい、もうだから10日ですよね。あとそうか、うん、そんなところまで迫ってきても3年ぶりにお客さんの前でやる、そうなのよ、なりますね。なんか恥ずかしいよね。なんかちょっとね妙なドキドキが、うん、ありますよね。恥ずかしいっていうのはちょっと表現がおかしいねちょっとなんか照れがなんか入りそうな気もしないでもないんですけども、ただほら俺らっていうのはお客さん前にしてモチベーションっていうのはあんまり俺言葉使いたくないんやけど、はい、お客さん前にしてなんとか保っててるとこがあるわけですよ、うんうん、その自分のねそういったモチベーションやモチベーションやないですかやっぱりモチベーションやっぱり、ね、やる気というかね、そうそう、だから、あれなんだよね、本当不思議なもんで、はい、誰でもいないカメラの前でやってると、うん、本当に疲れるよねなんか知らんけど一方通行っていうか、うん、すごい疲れるね。なんかやっぱこうライブすると、うん、こう僕らからこうエネルギーが発うん、でそれがでこう帰ってくるんだよね。帰ってきて、うん、それをまた受け止めて、はい、でそれをまた飲み込んで、そう循環がねあるんですけど、そうなんよ、カメラマンの人に向かって歌ってる、そうですね、そうだからカメラマンの人を笑かすぐらいしか全然やりがいがないっていうか、だからカメラマンの人がちょっとって笑ってくれたらめっちゃ、そうね、ちょっとああもうこれしかないわその何なんですかあれは。いやまあでも人が目の前にいるっていうのがやっぱそのやっぱりそういうことなんですよね。大事さみたいなものをこの数年一番、ね、そうそう、血液の循環がこう変わるというかね、うん、でもね僕ねこの数年間で、配信だけのオーガスタキャンプがあることによって、これは良かったなと思うことがあって、何でしょう。配信になったから初めてオーキャンに参加できましたって人がいるんですよ。ああなるほどね、遠いそうちょっとね遠方でなかなか来れないという方は、ついに初めてオーキャンに参加できたっていう方が、ああいいじゃないですか、それがすごい良かったなと思って。そうね、だから そこと俺らのモチベーション、そうモチベーションをねうまい具合のこのバランスで来たいんですよ。だからもう有観客っていうのができるっていうのは、またある種挑戦ですよ。うんうんうん、今度はカメラマンの人を笑かす必要はいやでもだから目の前で聞いてくださる方と配信で見てくださってる方のなんかそのね22倍、なんて言うんですか、ハイブリッドですね、ハイブリッドなねモチベーションをね、うん、モチベーションしてね今年はほんまねなっていくんじゃないかなと思っております。いやもう時間ですね、山さん、まあ、この収録でのこのまあ割とお決まりな感じになってるんですけども、うんうん、来週もよかったらねご参加いただきたいんですけども、もちろん、というわけで、山崎正義さんに、お付き合いいただきました。ありがとうございました。はい、はいはい。